カニ光線は小林武史による短編小説で、労働者たちの過酷な現実を描いた作品です。物語は、日本海沿岸の村から出発したカニ漁の船第三東方丸に乗り込む労働者たちの姿から始まります。戦場では、労働者たちの過酷な労働と厳しい待遇に苦しむ様子が描かれます。彼らはカニを収穫するために命を懸けて働き、船長や上司からの圧力や虐待にさらされながらも、生計を立てようと必死に働き続けます。労働者たちは、身分が低く、人権も保障されていない状況で、船外での過酷な労働と不安定な待遇に押しつぶされていきます。食料の不足や疲労、船の揺れなども彼らの体力を消耗させていきますが、それでもなお生計を立てるために必死になって働く姿勢が描かれます。物語は労働者たちの過酷な労働と生活状況、上司たちの冷酷な態度を通じて労働者階級の苦しみや不平等を告発しています。彼らの中には希望を持ちつつも絶望感や無力感を抱えている者も多く、その姿が作者の社会批評の意図を表しています。カニ光線は小林武史の代表作であり、労働者の困難な現実を鋭く描きながら人間の尊厳と人権を考えさせる作品とされています。労働者の努力と困難な状況の中での戦いが社会的な問題への洞察として物語に織り込まれています。